はい、こんにちは、レトルトと、申しまーす。えー、四十八実況プレイ始めていきたいと思います。えー、前回は、えー、三つの、えー、都道府県緑色にしまして、えー、かなり緑色が、えー、増えてきたんだけど、えー、山梨県の大作家、えー、これがかなりの大シナリオでして、えーちょっと、この、大作家その3をやるためには、大作家1、大作家2の、えー、ルートの分岐、その選択肢をすべて、 えー、うまくやっていかなきゃいけないらしいですね。まあ、攻略見ながらやるとして、とりあえず、一回、一周目は大作家、一大作家によるちょっとスキップしながら選択肢をちょっと変えつつやろうかなと思います。とりあえず、吉池マリアをちょっと移動させなきゃいけない。待ってください。はい。こっから大変だぞ。まあ、とりあえず、スキップしつつだな。大作家。 とりあえず、三つエンディングがさらにあるから、これはもう三周しなきゃいけないらしい。昨日の晩はひどかったなぁは確実に選ばなきゃいけないらしいなで、基本的には、どのルートも、大作家1は分岐は変わらないっぽいね。大作家2の分岐を変えていくらしいので、 じゃ、大作家1は、とにかくそんなにやんなくていいのかここら辺の選択肢どうしたっけ何か。何か暇つぶしはないかな選ばなきゃダメらしい。これ見たっけこんな何にもないところで1時間も何もしないでひなむつしになるもないだろうか。雑貨屋を兼ねた食堂がある。どうしようか。えーっと、これは、カバンを漁ってみるらしいね。これは見てないな。 でこんなところのバスは大抵時間通りに来ないもの。迂かに離れてもう一時間待つのは嫌だ。あるあるやな。PSP ないの携帯電話で遊べるゲームも増えたし、持ち運びに便利な携帯ゲーム機だって発売されているのだ。小山くんに頼んで何かゲーム貸してもらえばよかったな携帯ゲームなどの持ち合わせはなかった。携帯はアンテナを示した表示は一本消えたり増えたりを繰り返している。こんなところで電話かけようものなら、聞き取り、 聞き取りにくくてイライラすることは必死だろう。でもなんとか時間を潰さないと。あれこれは文庫本。つついやすたかを知らないと言った私に、えー、加藤編集長が押し付けてきた代物。こんなのあったんだなお、階層入った。それはドラマにもなってるし読みやすいから持っていきなさい。まあでも大先生に会うのに一冊も読んでなかったってちょっと失礼かもね。 何言ってんの文庫本、文庫一冊が邪魔だという編集者に出世はないぞ。たとえ髭を生えていてもだ。はーい、すいません。ふっ。髭は何の関係もないんだよなうん。思わずゲっそりした。さっさと,ことぶき退社をしてしまおうか。そう、私の夢は憧れの漫画家と結婚すること。かなり漫画家とも知り合えたし、この辺で一発迫ればその夢も叶うはず。 しかし、今はバスの待ち時間。1時間が気が重い。で、ここで、小説を読むらしい。捨てるってひどいな。読むとどうなるんだろう。<laughs> 背に腹は変えられない。仕方ない。当の本人にも会うことだし、ここは予備知識として、軽く作品を読んでおくことも大事だろう。そう思って読み始めた小説は、思いのほか読みやすく、スルスルと引き込まれた、 引き込まれた物語の世界は1時間という時間をすっかり縮めてしまった。ちょっと先生に会うのがワクワクしてくるな、それだと。あー。これでこれでもう同じかな小説読んだみたいな話は出てくんのかな出てこないなそっか。じゃあもうここで、えー と、シナリオ1の選択肢は変わらないらしいね、うん。で、これで読んだ話が出てくるから、じゃあ次は大作家2まで行きましょうか。で、ここはもう見たから飛ばします。大作家2行きましょう。さあ、大作家その2来ましたね。ここはかなり分岐しますよ。で、 車中の人となって、あ、なんでこんなところにいるんだろう。これは選択してないなぁ。よし、これを。また雑貨屋に行ったりするっぽいな。やはりあの男の一言だった。加藤さんか、編集長。パソコン古いなこれ。あ、ファミツになってる。吉池、明日は出張だから。ちょ、またですか取材なら喜んでいきますけど、出張はまた今度にしてくださいよ。 あ,あ、確か小山さんもう原稿上がってますよね。それに明日休みじゃないですか。今度こそ小山さんに行ってもらいましょう。小山はリテイク食らってるから明日も出勤です。それに向き不向きがあるって言ったでしょえぇ、ー、それに今回の出張も前回と同じところだから大丈夫だよ。<laughs> 大丈夫じゃねえよ。う <laughs> ん。どうした吉池、おーい。 加藤さんが言った無き不無きがあるに付け加えていきなりの出張から引き出される答えは私の中で嫌な符号だ。念のために確認しますが、また筒井先生ですかそうそう、辻先生。いやー、昨日続きの原稿が上がったって知らせをいただいてね。はぁ、あ。春乱漫を顔で表現したこんなバカ。いや、こんな顔になるのだろうというほどの喜びの表情だ。 よほど辻先生が好きだし、売って変わって私といえば不機嫌もあらわにしていたと思う。ああ、可愛い,い私の顔が台無しだが、それよりも今の加藤さんの考えがわからなかった。またあの偏僻なところへこの私に行けというのか。ねえ。加藤さんが行けばいいじゃん。ふふふ。結局忙しいんだな、編集長は。 京都でやる国際ゲーム評論会に相沢と出席するんだよ。絶対こっちの方が楽しいじゃん。でも実際これ言ってるって言ってたよね、確か。シナリオ2の時に。ありえない。まあ、こうやって車中に戻るのかな。で、この選択肢が絶対に必要で、えー、その後、また1時間待ちだから、えーっと、まずは、 どうしようかなどのエンディングを見ようかな雑貨屋に行ってみるエンディングをちょっとまず見てみましょうか。はい。<laughs> 仕方ない。またあの店で時間潰すか。前回と同様にドアが半分までしか開かない雑貨屋を兼ねた食堂へ向かった。入ってないよな雑貨屋はでも。こんにちは。 いらっしゃい。おいや、あんたは。どうやら店のおばあさんは私のことを覚えてたし。入ってないよ、俺。入ったことないけど。大丈夫かなだが現状では全くその通りだ。黄まんだ年代を感じさせるメニューの中から、今度は焼きそばをチョイスしてみた。どうやらおばあさんの好みなのか。ここの食堂は麺類が多いらしい。うまあ、そうだな。泣いても2回目となると、なんとなく気心が知れたと思うのか。おばあさんはなんだかんだと私に話しかけてくる。 えーっと、これは漢字のいい人ねおばあさんと話をするのは楽しかった。嫌な気持ちを払いのけてくれる。何より気分転換になったことは間違いない。そうこうしているうちに1時間という時間はあっという間に過ぎてしまい、別れを惜しみつつ私はバスに乗り込んだのだった。これで、どうなるんだろうなまあここは飛ばしかな。まだ選択肢はあるっぽいね。 結局も確かあれだよね、まることになるんだよね、確か。お詫びかなんかで。で、先生はまたいなくて、止まってけって言われる。で、確かファミツのとこにまた電話をするんじゃないかな。で、ここは仕方が、仕方がないので、止まると。で、なんか、どこか、どこ見ますか。俺、お土産屋を見に行こう、確か。 うるせえ、うるせえ、うるせえ、怖い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 。ドラクエの、<laughs> ドラクエのセーブデータ黄色音に聞こえて怖いんだよな。ドルルルルルドルル,ドル,ル,ドルンって。で、俺お土産屋を見るを選んだけど、えー、ここは、庭を見るらしい。お土産屋だしかなかった、ね、こんなに立派な庭だ。のんびり散歩をするのも悪くないかもしれない。日本庭園って感じか。あ日本庭園。 自然が豊かなのか、なんとなく都会とは空気の匂いが違った。はあ、気持ちいい。天気も良く、よく刈り込まれた木々は上品な影軸のように美しい。それにしてもここの庭は広い。散歩用だろうか、角え、適度な大きさのよく磨かれた敷石が歩幅を合わせ、綺麗に敷かれており、それが目印のように奥へと奥へと伸びている。プラプラしながら歩いてたが、結構奥まで行ってしまったようだ。なんかあんのか戻んのか 庭師の人が仕事してる。これは、声をかける。さあ、どんな、顔あるかなこんにちは。あ庭間庭正道まさに庭師になるために生まれてきた名前。初めてだな。なんとも人の良さそうなおじさんが、せっせと刈り込みをしてるところだった。頭も刈り込んでますね。はい。 私と何人かでお世話をさせていただいてます。しばらくはその庭師のおじさんと話をした。おじさんはここの仕事を始めて長いらしく、つい先生も何度か見かけたと教えてくれた。どんな人なんですかそうさな、面白い先生だよ。気さくで、ああ、ちゃめっ気はたっぷりだな。そうニコニコ笑いながらも、ハサミを操る腕はすごく。 ハサミを当てられた枝は綺麗な曲線をに、に整えられていた。おじさんは移動して他の木の刈り込みに励むというのでそこで別れることにした。この人物が何か、で、なんか出てきた意味ってあんのかなあんま関わんなさそうだよね。で、ここで多分同じだよね。見つつまた寝ることになるのかなアニメ見て。あ これだ。多分おそらくここからは同じで、同じだね。これで2は終わりなんじゃないで、3の内容がおそらく変わるって感じなのかなした、えー、何も変わりなければ3まで飛びたいと思います。<laughs> 変わってんじゃん。熊本県になぜ女性が めんどくせえなあ、こいつ <laughs> めんどくせえなんで熊本な、沖縄じゃないのか。えぇ、ー、全員移動し直しかな。はぁ、あ。なんてこったええー、なんかそんなこと言ってるけど、なんか一回やったからできるってことにしてもらえませんかねはぁ、あ。あ、待って。 吉池マリアが東京に帰ったから、それでちょっとやり直してもらえるパターンで、お願いできないかえー、この人を、山梨に戻して、さあ、四十八よ。優しさを、優しさをくれやったー優しい <laughs> 意外にも優しい。まさかこんな優しさもらえるなんて。 やべえ、さすがシズハチ。なんという神ゲー。<laughs> さあ、できましたよ。あ、ここは同じかなまた行くことになるのかなで、とりあえずこうやって、辻先生が好きだけど、バカタール加藤さんは行けないと。で、また止まることになったのが、えー、っと、あのエンディングだったけど、 さあ、今回はどうなるんだろうな。えー、今回ちなみに選択肢はございません。えー、今回は乗り合わせが良くてすぐ行って、先生は先生はいる会えるかお待ち。会えるのかで、またここにいなくちゃいけない。あー、ダメだ、これ。また会えない、これは。 で、待たされることになって、また夜になんのかなあ庭師のおじさんだ今日も庭は綺麗だった。この前と同じようにのんびり歩いてると、木々の向こうに見覚えのある麦わら帽子が見えた。なんだかんだ言ってこの人と結婚することになったりしそうだよね。漫画家とかじゃなくて。なんかこの人さ浮かび上がった顔の一つに似てない先生ともう一つ浮かび上がってたよな、顔確か。おぉ、またあんたかい。 おじさんは少し驚いたようだが、すぐにあの笑顔で来訪を喜んでくれた。今回もおじさんの仕事の邪魔にならないように、脇で作業を眺めながら、私は離れについて何か噂がないか聞いてみた。意味だと思っていても確証が欲しいのだ。怖いし。おじさん、あの離れって何か怖い噂とかないなんか茶目っ気があるって言うからさ、なんか脅かしてさ、なんか反応見てんじゃないのこの二人が。どうしたんだいきなり。 え、あ、大作家の先生の趣味はそうでしたみたいなさ。考えたら働き先の怖い噂なんて、ホイホイ喋る人なんていないかもしれない。客商売だったらなおさらだ。変な噂が立つのは避けたいところだろう。しゃ、社内新聞で怖い話、特殊を組もうって話になったんです。それに何か怖い話があればなって。穴があったら貼りたい。とっさに思いついた言い訳が、社内新聞私でどういう発想してるのははーん 騙されそう。どうやらごまかしていると、おじさんに気づかれている様子だ。うー、恥ずかしい。お客さん、あ出た筒井先生にからかわれたんだね。真相がわかるかも。へっ。きっとこの前泊まった時に怖い目にあったんだろうやっぱそうなんだ。え、ええー。 あの作家先生は人をびっくりさせることが大好きでね。今回はどんな手段を使ったんだかわからないけど、きっと正体は作家の先生だよ。カラカラと笑い、何でもないことのように話すおじさんを私は唖然として見つめた。あれが、あれが津井やす先生じゃあ状況からして、津井先生は天井裏に潜り込んで、わざわざ自分の原稿で伏せまであって。はは。それが本当に有名作家のすることなのか とんでもねえな。え、冗談でしょ、おじさん。いやいや、何度かそういう目にあった人たちに会ったことがあるよ。ほんと、お茶目な先生だよ。あはははは。とんでもないな。そこに笑いどころじゃないと思うわ。しばらく陽気に話すおじさんの話をちょっぺり沈んでいた私は黙って聞いていたが、そろそろ戻った方がいいと思い別れを告げて離れよと戻った。 じゃあもう先生に会えんじゃない今回は。とんでもないな、先生。多分あの手紙にごめんよって書かれてたんじゃないかなと思うんだよな。脅かしすぎ、脅かしすぎたよって。でもその手紙を読まなかったから、えー、真相は分からずじまいだったってのが前見たエンディングだったのかなおいダメもう少し待っておいてもらえません。でも帰ってこないんでしょどうせ。 でも今回は筒井先生のいたずらってことがわかるからな。ああ、今夜は帰れないと。止まってってくださいと。しかし今回はもうあれだからな。わかってるからな。うん。あ、その時の編集長の反応が凄まじかった。なにまた止まるだと私のせいじゃありませんからね。筒井先生がそう言ったんです。 仕事はまだ土日出勤したらいいですよね。こうなればやけだよ。バカもー羨ましい羨めすぎるぞ、吉池。しかも明日にはつい先生とご対面か。え生、ー、つつい先生とご対面か。恨んでも恨みきれん。<laughs> 明日来ればいいだろう。そんなこと言われても。よしサインをもらってきたら許してやる。もちろん、バカタール加藤さんへと入れてもらってくれ。それから写真だ。 携帯の写真なんかじゃダメだぞ。盛大に耐えきれない。拡大に耐えきれないからな <laughs>。気持ち悪。うるせえ。どこの親だその後も何か言おうとしていたが、いい加減しつこいので、えー、早々に電話を切った。早々に電話を切った。会えるか寝ることに多分なるんだけど、でもおっちゃんに話聞いてるからね。 ああ、漫画家と会えるかもこう。ポジティブな話をしつつ、夜来るぞ夜、絶対来るぞこれ。眠くならないなテレビのチャンネルを回していき、ふと見覚えのある画面で手を止めた。懐かしい映画がやっていたのだ。懐かしいその映画に見入ってしまった。眠くないのも原因ではあるが、その映画が好きだったからだ。 それに、そしてその映画が終わったのは明け方近くになっていた。そう、う上に出てこないな。来た当初は、えー、また幽霊が出たらどうしようと思っていたが、大丈夫大丈夫。庭師のおじさんが辻井先生のいたずらだって教えてくれたからもう怖くない。今度やったら防寒なんかでついてやれ。そう思いながらなんとなく見上げた天井には。いる庭師のおっさんだろあれ 私はとっさに、さんの布団の中に潜り込んだ。一度ならず二度までも。全く気配を感じなかったし、音もしなかった。どんだけ身軽な作家なんだ忍者か忍者なのか今のつい先生じゃなくてさ、あのおっさんじゃない覗きなんだよ、ただの。あれしかしそこにあったはずの顔がなくなっていた。天井裏に張り付いて、音もなく移動する。本当に筒井先生は忍者なのかいや、庭師のおっさんだろう ただの変態だったんだよ、あいつ、先生のせいにして。でも違う展開だね、全然。翌朝以前と同じように、携帯電話の目覚ましで起こされた私は、ぼーっとした頭で昨日のことを必死に考えていた。あれは誰だったんだろうやっぱり辻先生のいたずらさあ、どうなる会えるのか、先生来た。笑ってる。おはようございます。 おはようございます。今の方に朝食の準備をいたしましたので、お支度が済みましたらお越しください。あ、はい。私は必死に考えながら身支度を整え、朝食の席に着いた。そもそも、えー、もそもそとご飯を食べながら考えることは一つだ。あれはなんだあれは誰だつい先生ではない。 昨日、つい先生はこの宿にいなかったはずだ。でも私が知らないだけで夜中に宿に帰ってきた可能性ある。うーん。庭師だ、庭師。あの、答えの出ない堂々巡りにはまり込んでいた私を若女神が現実に引き戻す。昨晩遅く、つい先生がお帰りになられまして、朝食後にでもお会いしたいとおっしゃっておりますが、やっぱ帰ってるなぁ。 二人でいたずらしてる説あるな。うん。夜遅くに帰ってきた辻先生は、今回もこの離れの寝室の屋根裏に潜んで、私が天井を見るのをじっと待っていたんだ。そして私はまんまとそれを見てしまったのだ。なんとも人間心理を知り尽くしたいたずらだ。うん、私は少しも驚いてないことをはっきりと伝えてやらなければ。あなたが天井のおじいさんですね。堂々と胸を張り聞いてやればいい。 いざ出陣さあ、とうとう会えるぞ大作家の度肝を抜かれる顔が楽しみで仕方ない。私は愛想笑いでなく自然に笑みがこぼれてしまった。しばらくして現れたつい先生は和服に似合った堂々とした体格の持ち主で、実年齢を一発で当てるのは困難な感じの人だった。しかし、さすがは大作家、圧力というか迫力が違う。 はじめまして、ファミ通編集部の吉池まりアです。おーら、パネー。ああ、つついです。すげえな。偉人だな、まさに。俳優さんみたいな。堂々とした風格だが、笑うと気のいいおじさんという感じがする。大作家というからもっと気難しい人を想像していたが、なかなか人懐っこそうな優しい表情を浮かべている。 何度もご足労いただいて悪かったですね。い,いえ、こんな立派なところに何度も止めていただいて恐縮です。どうですこの離れは気に入ってくれましたかはい。お庭も綺麗でした。温泉も素敵ですね。驚いたって話を聞かせて、種明かしするのが好きなのかな先生は。恐縮。 その後の当たり障りのない話をしていたが、筒井先生の話は面白かった。ベストセラーを生み出す人たちは、こんな人たちばかりなのだろうか。やはり知識量は半端がないと思わせる話術だった。問い詰める前に。あ来たこの前泊まった時に不思議な体験はしませんでしたか来たよ。不思議な体験ですか自らその話題を持ってくるか。 もうあなたが犯人だってこっちは分かってるんですよ。名探偵みたいに人差し指を突きつけて、犯人はお前だと言いたいところをぐっとこらえてとぼけてみる。まるっとお見通しだええ、実は。ああ、話はそれるんですが、私が渡した原稿は読んでいただけましたかええ、拝見いたしました。真相一歩手前という形で終わっているので、続きが気になって仕方がないんです。お、ここで読めるのか そう言ってもらえると嬉しいですね。いやー、実はね、あの話のモデルはこの旅館なんですよ。ほ、は、う、あ。わかってるわかってる。きっと種がわかっていなかった私だったら、今すぐにでも帰ろうとしていただろうけど。すっかり種は明かされているのだ。怖がることはなんか、なんか一つもない。何も答えないでいる私を、つい先生がどう思ったのかはわからないが、なんとも奇妙な顔つきで言葉を続けている。もしかして庭師って幽霊なのか 吉池さんは経験なさなかったかなこの離れの寝室、夜明かりを消して天井を眺めていると、不意に木目に紛れて老人の顔が浮かぶんです。私は何度もこの部屋に泊まっているから、最初こそ恐れたものの、だんだんとその顔に愛着を持つようになりましてね。この部屋で亡くなった方はいるんですかと尋ねてみたんですよ。そうしたら若おかみは不思議そうに、 そのようなお話を聞いたことがございませんと首をかしげるのですが、私はどうも釈然としない。無理を言ってこの宿の古い文献を見せていただいたら、天井で老人が亡くなっていらしたまあ、ようやくするとそうなんですが、先を越されても怒るでもなく、ちょっと苦笑いを見せるだけのつい先生。 私も老人の顔でしたら見ました夜中に目を覚ましてしまって見た天井に私驚いて怖くてそうか吉池さんも体験しましたかでもその顔辻先生にそっくりでしたわえ驚く辻先生に私は満面の笑みを浮かべた驚き顔の辻先生と笑顔の私。しばらくもしないで 辻先生は状況、ああよかったいやー、バレてしまいましたか。いやいや、これは失礼をした。そう言って笑いながらも頭を下げる辻先生に、私も笑いながら答えた。あでもいいな。でもさ、庭師はまた別なんじゃないの一体誰からバレてしまったのかな若おかには口止めをしていたし、おや、状況がおかしいぞ。 そう。少し真剣に悩むところが子供らしいが、とても好ましい。庭師のおじさんですよ。ご存知ですかああ、彼からバレてしまったのか。しまった。彼は女性に甘いからな。今度はきっちり口止めをしておかないと。あれ、いるはいるんだな。幽霊じゃないんだ。ま、まだいたずらをなさるんですか天井裏に上がるのはとても大変に思いますけど。なんのなんの。 舞台稽古に比べたら天井裏に上がることなど。舞台稽古なんてしてんの笑いながら、和やかな時間が流れる。このまま笑って原稿いただいていい気持ちで東京帰ると思ったが。そうですね。でも、私を驚かすために、2回も筒井先生が天井裏に上がったと聞いて、そっちの方が驚きましたよ。おや ?2 回ええ、前回と今回。 今回は最初から辻先生と分かっていてもやはり天井,のか天井に顔があるのは驚きましたああでも先生は動きが素早いんですね一周目を離した時にもう消えていらっしゃるんですものいやそれは私ではないですよえ確かに最初のは私ですよしっかり天井裏に潜り込んで天井板を外して でも昨日は疲れていましたからね。君を驚かさず寝てしまったんですよ。またまた。ダメですよ先生また驚かそうとしたって。もう騙されませんよ。私は笑って返したが、先生は恐ろしく真剣な顔だ。え、でも昨日私が見たのは、これを読んでみてもらえませんか調べさせてもらった文献で書いたものです。もちろんフィクションも混ぜてありますが。これが、 本人の会の最終章です。来たそう言って差し出されたのは続きの原稿だった。私は少し震える手で原稿を受け取った。いや、面白いなさあ、一体真相は何なんだろう。この原、この原稿の中でも、なんか教えてもらったんだよね、確か。 なんか、さっきから蚊、蚊のさ、音がさ、<laughs> 虫の葉音が入ってないこの環境音にさ。力<地>あ、サボりシリーズ。草か単語の神は、まだ年若く、極めて短気な藩主だった。なんか、この宿の二代目の時になんかあったっけな。この本人を城宿とし、江戸への行き帰りには、いつも一泊していたのであったがある夜、 新所と定められているいつもの八畳まで寝ていると、天井裏を数匹のネズミが走り回る音に目覚め、その足音がいつまでもやまぬことに腹を立てた。ネズミがいたと。ドラえもんだったらもう死んでるな。えー、うるさいネズミどもめが。単語の神は、投げしの槍を取り。 石付きで下から天井板のあちこちを突き上げ始めた。でも実はじいちゃんが隠れてて殺しちゃったみたいな。ネズミの足音はなかなかやまず。単語の紙は天井の隅までその足音を追い、さらに突き上げ続けた。一番隅の天井板を突き上げた時だ。<た>その板が石付きで持ち上がって枠から外れ、後にはポッ りと天井裏への黒い穴が開いた、はあ、眠れぬため常以上に短気が高じていた単語の神はこれでなおカッとなり殿の罵声に驚いて控えの間から出てきた警護の武士に命じ本人の主人を呼び寄せた怒られるぞこの深夜に何事かと恐る恐るやってきた主人に。 看護の神は質問したこの天井板はなぜしっかりと釘で止められておらんのだこの槍でついたら浮き上がったではないか槍 <laughs> でつくことなんて逆にないだろう忍者がここから出入りするかもしれず<ー>誠に不用心極まるなるほどどうしてこの一枚だけ釘を打たぬのだ恐れながらと主人は困惑をあらわにしていた 天井板は天井裏からでなければ釘が打てませぬ。その橋の板を天井裏から打ってしまいますと、大工が天井裏から出られなくなり、下へ降りてくることができないのでございます。まあ、しごくまっ当な答えが返ってきましたね。カラス。 反応 <laughs> の髪は叫んだ。それでなんかじいちゃんが閉じ込められるの直ちに大工を一人天井裏に上げて、裏から釘を打たせよ。その大工がその後どうなろうとも、わしの知ったことではない。ひどい。良いか。わしがきっと、ここに一泊するまでに必ずや天井板を釘でしっかりと止めておけい。ええー。その時代、藩主たちの階級の庶民に対する命令は絶対 体に近いものであった本人の主人は仕方なく単語の紙が立ったあと土地の大工の棟梁たちと相談して利吉という老齢の大工を瞳悟空とすることにした利吉さん利吉には身寄りがなく足が悪くてもはや大工としてはあまり役に立たなかったからであるかわいそう。 棟梁たちは力吉を呼んで因果を含めた貧しくて自分の葬式代すら持たぬそなたの弔いを年頃にしてやるからここは犠牲になってもらいたいとそう説得したのであるお前死ねって言われてんだよなかくて力吉は数本の釘と金槌を持っただけで天井裏に上がり 炭の天井板一枚に釘を打って固定した後そのまま天井裏に留まったその後力地が天井裏でネズミの糞にまみれて衰弱死するまでの間彼にどんな苦しみがあったのかそれがどれほど悲惨な状況であったかは誰にもわからずただ想像するしかない でもまあ昔の時代に利吉ううが,が死んだ後その死体はネズミたちの餌となって食い荒らされたそのため元気になったネズミたちはしばらくの間以前よりも活発に天井裏を走り回っていたといううん。 なるほど、悲しい話だったな。それでおじいちゃんの霊が出るようになったっていう、話か。これって。<laughs> おじいちゃん可愛いな、ウィンク。確かに最初は脅かしているから、今回は私でないと言っても信じてもらえないでしょうが。確かに私は、昨日は旅館に戻ってからすぐに寝てしまったんですよ。なんだろう えー、ひどく自分の鼓動がうるさい。気持ちが悪い。辻先生ではないという。では、あの顔は一体誰だというのだ。辻先生が嘘をついてる可能性はある。でも、本当にこれが嘘をついてる人の顔だとしたら、大した役者だ。いや、本人は役者でもあるから。役者でもあるんだ。はー、すごいな。失礼します。私は逃げるように旅館から出ていった。辻先生にちゃんと挨拶をしたかも覚えていない。 ものすごい勢いで道を歩いてバスに乗り込み。まあ、逃げ帰ったと。お、気がついた東京駅にいた。そこでハっとしたが、原稿だけはしっかりバッグの中に入っていた。無意識でも忘れなかったのはすごいと、変な関心をしてしまったくらいだ。忘れよう。 会社へは帰らず、そのまま直帰することを加藤編集長へ一方的につけて電話を切った。サインとか一切もらわなかったなあれも結構よくできた話だったな編集長は心配していると。家に帰ってお風呂にも入らず、ベッドに横になった。忘れるしかない。家に着くまでに、いや、家に着いてからも何度も繰り返した言葉だ。ともかく忘れてしまうしかない。明日は午後から会社に出るとして、午前中にどこかの神社でお祓いをしよう。 念のためだ。取り憑かれていたらたまったものではない。そう。それだけだ。考えるな。忘れろ。忘れてしまえ。あれから筒井先生がいたずらをしたという噂は聞かない。わあ、筒井先生も本当にあったとなるともう、いたずらなんかできないってことか。へでもやっぱこっちの話の方がちょっと真相に近づけましたね。他の話を見ればもっと、 真相に近づけたりはするのかなえー、っと、大作家その3の、えー、っと、真ん中の缶ってことかないや、真ん中の缶かなまあ、よくわかんないけど、とりあえず缶は一つ迎えましたね。あと2個あるなえー、これを見るためには大作家2で、えー、っと、最後に、 えっと、まあいろいろちょっと選択肢を変えなきゃいけないっぽいので、ちょっとやってみるか。今もう何分取ったとかわかんないんだけど、まあいろいろなぎ目がわけわかんなくなってるかもしんないけど、とりあえずそこまで飛びましょう。